カタカナーシ。はいですね。え、ひらがな弱かった今。いや、だからあのカタカナを使ってはいけないというゲームなの、うん、これは外国のお茶よね、これお茶よね、これティー超合金でんでんでででででんでんででで、ストライク喜んでますかね、天然素材の下持ち主、天然素材、天然素材のナス、はい、で、ありましたね。ね、さあ、これでした、以上だ、超合金トミーです。イエーイ、はい、はい、さあ、今日は何をいたしましょう、ね、はい、今日はですね、ちょっとお二人に、ね、綺麗な日本語を話してもらおうという企画でございます。綺麗、そうですね、はい、いい企画ですね。言葉の乱れはね、言われますけどね、特に日本語の乱れが、はい、はいはいはい、おっさんたち乱れてます。おっさんたちはね、うん、やっぱりちょっと言葉、この YouTube を見ると、うんうんうん、お二人の言葉、残念ながら日本語汚いなという時があるんですね。そんな日本、まか、はい、日本背負ってないし、俺ら別に、ね、あ、そう、あ、そう、はい、ほんで、どうすんの。なので、今日は、日本のひらがなっていう美しい言葉あるじゃないですか。はい、それをちょっと使ったゲームをやってもらおうと。おう、はい、使ったゲーム、こういうものを用意しました。いや、カタカナーシ。はいですね。え、ひらがな弱かった今。いや、だからカタカナを使ってはいけないというゲームなんですね。だから、あ、カタカナなしってことね、はい、そういうことです。ひらがな、漢字、はい、はい、日本の言葉だけで勝負するゲームでございます。なるほど、はい、おー、分かりました、はい、これをやるわけですね。これをやりましょう。わかりました、わかりました、やりましょう、やりましょう。超合金、はい、じゃあこのね、前髪なし、あ、違う違う、サハラにしよう、カタカナーシね。ゲームにならない。ちょっと目に入ったら前髪なし、なしやけど。言ってみました、カタカナーシね。カードゲームにならんやろ俺は。ルールを説明し、はい、ね、はい、ルール説明しますね、はい、まずでは1枚その前の、はい、カードを一回紹介してみてください。はい、はいはい、これ、はい、え、出ましたよ、これ出ましたね、はい、はい、ね、なんか、はい、いろいろなありますよね、はい、で、そのめくったその残ってるカードの数字は何番ですか。6番です。はい、こっちね。で、はい、6番は何で書いてますか。はい、インターネットって書いてますね。はい、ええ、で、このインターネットというのをですね、カタカナ、英語を使わずに相手に説明して、答えてもらうという、うん、そういうゲームです。あ、はいはいはい、あれは擬音は擬音、擬音もアウトです。カチャカチャとかアウトです。アウトな、アウト、はい、アウトです。カタカナで表記、ね、カタカナ、いやいや、大体カタカナで表記するじゃないですか。まあそうかね。で、今回は、うん、藤原超合金オリジナルルールでやります、はい、では、はい、ちょっと協力してもらいましょう。作家は諸岡君、はい、諸岡でした、はい、諸岡、はい、どうしたの、あ、え、諸岡、出てたから一回出てた、諸岡って言ったから違う、間違ってましたね。諸岡だ、諸岡ね、諸岡、はい、諸岡に、で、今から、はい、3分間ずつですね、はい、やっていただいて、はい、諸岡君が何問答えれたか、おう、あー、大勝負するね。勝負します。はい、はい、わかりました。カタカナ、英語を使った場合には、うん、もうそのカードは失効ということで、はい、点数になりません、うん、はい、はいはい、で、ちょっと難しいなと思ったら、3回までパスできます。わかりました。では行きましょうか。じゃあ、よっしゃ、藤本さんから行きますか。はい、じゃあ俺から行きます。はいはい、よーい、はい、スタート。はい、行った。あ、お笑いの、お笑いの、種類、はい、ほら、漫才ではなくてコント。はい、はいはいはい、安くで、食べる券、ほら、お支払いの時にこれ出したら、な、安くなったりする。クーパン。おい、はい、奏者が次の奏者に渡す棒。バトン。おい、それは簡単やね。ご飯を炒める、洋風の、パラパラ。はい、どうも、はい、ダメです。はい、そういうことです。くそ、あ、今日の、
今日のはこの人です、今日はこの人です、どうぞゲストそうそう、いいよ、写真ですっごいの撮れちゃった、いや、すっごいの、すごい、お、いいね、ほら、これは、なんか入れよう、違うよ、なんかこれ持たれへんからここに入れよう、もう素材がなんか透明だな、素材が透明やね、素材が透明でなんかね、ほら、クリアファイル、違う、ほら、市場とかにあるほら、くるくる、もうすごい、もうないやねん、もう、行ってみたいなぁ、あっちの方、地球儀で言うたらな、あっちの方行こうかな、あ、世界遺産もあるな、あっちの方だよ、あっちの方じゃあったないよ、なんかあるよね、すごいなんか、ここ、あ、見るとこいっぱいあるな、なんだ、あ、感動するな、これ、どこでもそうや、ほら、感動するやんけ、あ、飛行機で行こうか、飛行機で行ったらこれ、10時間ぐらいかかるのかな、アフリカ、いやー、もう、ねえ、すごい、あ、もう離脱しようかな、あ、離脱したりもし、イギリス、もっと大きい範囲で、ヨーロッパ、はい、終了、入らない、はい、分かるやん、あっちの方でもうヨーロッパ、あっちの方じゃ分からないよ、はい、では次は、ハルニさん、お願いします、ここ、ね、はい、いきます、よーい、スタート、球を転がして棒状のものを倒すやつ、行為、ボーリング、はい、正解、うわー、商店街の上を見上げて綺麗な絵が描いてあったりするな、アーケード、はい、ちょっと待って、何、冷たい野菜のサラダ、なるほどサラダ言うてるよ、もう何言うてんの、あ、リーダー、あ、リーダー、何しようとリーダーって何やろ、あ、神と神を止める金属のホッチキス、はい、わ、映画とか家帰って見れるよ、何か入れたら DVD、 マルコ、わ、左右のゆっくり入れてやがて止まるよ、何かがいいね、何かがいいねって何かが、ヤジオメイの、ヤジオメイって何、何がいい、ヤジオメイって何がいいの、こうゆっくり入れて、バランス、バランス、はい、そういうことわぁ怪我した、お前大丈夫か、おい、ちゃんとあれせよ、長いスパン、あー、ふさびお前、ちゃんと返せ、返したえ、あ、うわぁ、服のあれがないねん、俺にはあれがもう、あ、そうなんか、これパスこれは見て、いや、言葉で言わなあかんって、お前なんやろ、僕が可愛い絵になったよ僕は可愛い絵になって画面に出てきた、キャラクター、それは携帯電話とかのタップ言うてるやん、分かんない、もう時間ない、何これ、ゼロに戻すよ、ゼロ言うてるやん、ほんまだ、あー、怖い犯人出てきたりとか、人が亡くなったりとかするドラマとか映画とか、うわあの部員のこと言って、パーツ、パーツ、はい、パーツ、高木ブーバー何や、あの人
って高木くんさんに言うな。あの本の外にカバーかかい。え、ちょっとさ、3分経ってないか。あの栄養になる、栄養になるよ、栄養になるビタミン、はい、よし、はい、終了。ちょっと何、はい、結構ミスはありましたが、いったでしょ、数はどうでしょう、一回ちょっと数でも、こんだけミスしてるこんだけ違うね、俺先行やったやんか、ここやもろがあったまってんねんそれは知らんやん。そうやんか、それは知らんよ。野球のピッチャーでもそうやん、いきなり投げへん。あ、いいよ、じゃあほんなエクストラ1分1分やりましょうか。で、これに出しましょうか。うん、あ、そうなんていいね、はい、1分でその代わり、はい、じゃあ置いて、はい、じゃあエクストラゲーム突入しますが、はい、ちょっとルール変更しますね、はい、まずパスはなし。まあそうやね、はい、そりゃそうやね、うん、パスはなしにしましょう。はい、そうしよう。英語カタカナを使った場合は、うん、1点減点、マイナスポイントになる、はい、マイナスポイント、はい、よっしゃ、はい、ポイント、はい、よし、こい、いきましょう。1分ね、いきますよ、はい、頼むで、ね、ローカー、いきますよ、よーい、スタート。俺すごい、俺ね高いのよね、なんでもね、これはむずい、なんでもできちゃうのよ俺。フライド、うん、違うよ、もう俺すごいのよ、これもできちゃう、あれもできちゃう、うん、俺ってこれはむずい、これ高いよね俺レベルじゃないよ俺さ、近いよね、レベルアウト、あレベルレベルじゃないよ、はい、ため息出てるよ。ね、これは外国のお茶よね。これ。なんか安らぐわ。これ飲むと外国のお茶よね。これ。ティー。外国のお茶よね。これ。あ、なんか気分がすごく。安らぐ。なんだこの。これ飲むとどんどん落ち着いちゃう気持ちが。気持ちが落ち着いちゃうのよ。これ飲むと。なあ、ほらこれ飲むと。落ち着くお茶だ、ハーブティーじゃないかお前それはむずいわすいません、だからもう俺がもうよっぽど間違えないと、俺もね、はい、あなた2点減っただけですよ現状再戦挑みましたけど、まだ分からへんからね、まあまあね、はい、はい、よーいスタート。丸い、おいしい、甘い、何層にもなった丸い、甘い、バームクーヘン、あ、正解、すごいな、バームクーヘン出た、あ、いいとこ、あ、言うてもたよ、俺うわ、これ6つうわそんなお笑い、俺は、俺向きじゃないのよね、なんかそれはどう言うたらええの、シュール、はい、正解、いや、ちょっとありがとう、殿様がいますけど、もう一人殿様みたいな人を作って何々しよう、何々しようって何なの、殿様が殺されるかもしれない、じゃあもう一人殿様みたいな人を置いて、ふん、なんでおー、だから言わない、違う言わない、違う、ほら、はい、なんか腹にしなきゃ頑張んねんないきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、はい、よし、勝ちました、といったわけで、はい、原西さんの勝ちです、よーし、勝利です、何かな、いや、何かな、いや、納得いかんな、完全に俺の勝利でしょ、これは、ありがとうございます、藤本さん、罰ゲーム、もう罰ゲーム、それはもう勝負したわけ、何、行きましょう、兵庫金、はいはい、では罰ゲームです、おう、今回の罰ゲームは日本の伝統的な罰ゲーム花わさびでございます、伝統的じゃないやろ、はい、別に、どうしたらいいの、鼻に、はい、これを突っ込んで出せばいいってことね、そういうことですね、はい、呼ばれました、簡単ですね、はい、もう嫌や、もう、はい、行きますよ、花わさび、はい、注入ドーン、
以外にも結構多いと聞きました。チャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。